中ずっと触ってるチンチンでも嫌なこと触れない。おー What's good, super show boy, Ray? Ray です。ワンゾンです。ロミーです。いや、今ね、いや、笑ってよ。いや、始まりいいわ。なんか調子いいのよ。ワトソンさ、今勢いやばいじゃん、ね、もう自分でもうカメラに言うしかないよ、ね、もう言うしかないよ、勢いやばいみたいで自分ではそう実感ない。あ、そうか、そうか。でも俺呼びたかったから、なんか一応一回ね、俺たちの企画でワトソンリアクションしてやばいなみたいな、スタジオ呼びてみたいな感じになって呼んでるんだけど、まあ、あの、面白いんだけど、あの、今日のために俺仕事休んだからね。会うためにね、俺仕事休んだから、ね、会うためにね、ああ、ちゃんと時間作ってた。申し訳ないんだ、時間作ったから、ね、申し訳ないけど、ああ、で、横にね、オースリーパフォーマンスの CEO ね、ドミク。ドミクはそのビートメーカーと映像をやってて、はい、そうですね、もう調子いいっすね、あのチャンネル。ありがとうございます。あれのチャンネル作った経緯っていうのは何ですか？経緯は、そうですね、まあ、自分ビートメーカーと映像やってて、まあ、それを、まあ、ロミっていう名前で両方やってるんですけど、まあ、ロミっていう名前を映像とビートで、まあ、広げるっていう意味で、まあ、やったのと、あとは日本のヒップホップシーンをどんどん盛り上げたいなっていう気持ちでやってます。マジみんなもチェックしてほしい、オースリーパフォーマンスね。あのマイクをつら、なんていうの、マイクをさ、つらしてる、あるんだけど、めっちゃ説明出そうかな。そうそうそう、みんなチェックしてください、お願いします。ということで、今日リアクションするのは、これ、またさ、これなんて曲だ？これすんの、リオカーリング通りに。俺たちも聴いてるんだけどね、もう実は、ね、聞いてたよ。調子いいんだよ、この曲ね。とりあえず聴いてみるか。Let's get into it, man。パンツしかねえだろ。でも上から来るからね、このマイクは。マイクはね。マイク上からね。上から来るね。で、これちなみにどこ、これ？これバーガーキング。千葉県、千葉のバーガーキング。千葉のバーガーキング。あと3年以上もつ弁当、おかずとかない。ない。メリチェンチョンタックスのペンドン、ネギ抜きのメス。Yes。音って避けてる面倒さん65ペイ、半年契約で入った宿命やめてる夢のせい、まるで BM ダボみたいに飛ばして光らしたダイハツの計、俺にはやることがある、借りた金を返し終えてマイナスをレイ、カルティエリシャルミルロレックスエビより回した今とボペ、そんなに無理無理言うねん、若くしてつける俺は高級な時計、家族友達に落差して陽気どこでも待ちないけ、俺もたまには谷間見てる、だけど夜な歌詞書いて追加アイスは PPS、 それかチョコミントかストロベリー、友達もう G 級レル、僕に気づかコンビニとかの店員なんやりたい。俺好きだったのは BBS のところ、追加アイスは BBS かチョコミントかストロベリーみたいな、それめっちゃ言うてる。 BBS ってさ、あのダイヤモンドの一番上がフローレスなんだけど、その下は BBS っていうのね、ランクでね、それをまあとりあえずワトソンが買いたいと。次アイス、追加アイス、追加アイス、アイスは色、アイスっていうのもいろんな種類あって、はい、スラングで、それで追加アイスは BBS かチョコミントかストロベリー、アイスクリームのストロベリーかか、そうだよね。そう、言葉遊びうまいな。俺思ったけどさ、その最初ら辺でさ、なんかあんまりそのお金持ってないみたいな、うん、やっぱラッパーとしてやってて、やっぱ今ちょっと売れてるけど、やっぱきついんだ、きつい感じなんだ。正直お金はない方やと、いや、こっからパンパンになるっしょ、こっからもうね、もらいもんの財布膨らませていくぜ。パンパンになったら俺産んでくれよ。パンパンになったらどこに何を、あ、そう、ライブに、ああ、ライブに、どこにも呼んでくれ、行くからね。あ、ライブがパンパン、ライブ会場、そうそういうことね、呼んでくれよ。え、言ってることわかります？財布がパンパン、そう、財布がパンパン、だから、もしかしたらもう一回説明するよ、うん、だから、ワトソンが財布がパンパンになるじゃん、うん、その時に、呼んでくれよってこと、遊ぼうぜ。いや、でも、パンパンになんなくても遊ぼう、そこは。もちろん遊ぶよ、ね、でも、パンパンになったら、呼んでくれよ。そう、暴れようぜみたいなね。普段どういう遊びすんの？確かにね、普段、ほんまに週末のパーティーぐらいですね、遊ぶってない、あ、クラブ行ってみたいな、まあ、ロミー君はその、ワトソンとこれ撮ったじゃないですか、はい、映像ディレクションしてますよね。そうです、これ、ワトソンとその会った経緯ってどういう感じなんですか？え、最初会った経緯ですか？そうですね、ワトソンって最初は、インスタで DM くれて、はい、MV 撮ってほしいですって感じで、プルー撮ったんです。なる iPhone 止まらない通知、テアフォアエアリキスでくるピッチ、テニポーセブスモクシでもノブレイ、あー、さっきのですね、プル撮って、撮って、まあ、そっからずっと基本、まあ、一緒に撮ってました。そうそう、O3 が出る前にじゃあもうコンプ撮って、そう、で、一発目誰にしようかなってなった時にワトソンかなって思って、確かに O3 の超最初ワトソンで思い入れがあるということで、そうですね。
グレイドームで。いやもうね、あの入りがいいのよ。入り調子いいよ。なんかもう、しかも本人も元気だからさ、このやりのさ歌ってくれるのありがたいよ。ありがたいでしょ。ないないねパッパッブッドみたいな、なんかいいのよ。お前調子いい。いやいや、これ調子いいよ。わざとも調子いいんだよ、マジで。もう GQ レル、僕に気づくコンビニとかの店員。お前やりたことあるなら押し切れるはず、ママする反対。メセーション見たく夢を見てるだけじゃ俺物足んない。冷凍食品でも美味しくするために巻いているカンナビ。無理無理言われた俺でも見てみなよ、ほらイケてる案外。読めても書けない漢字、勉強しなくてキューバーリン。勝てやるけど言われる難しい。抜け出すローライフと渋滞。これは止めますよ、さすがに。なんで？これは止めます。なんで？いやもうこの食らいすぎだもん。食らいすぎて止めるしかないから。食らいすぎ。逆にね。いや調子いいよ。説明欲しいわ、なんか。そうだね、カンナビスのとこめっちゃいいね。めっちゃいいんだよ。野菜食べれないけど。俺の友達は、ラーメンとかもネギ抜き頼むぐらい野菜食べるやつがおるけど、そいつは野菜食べれんくせに、カンナビスはない。タイマー大好きなタイマーです。でも野菜、タイマーって野菜っていうじゃん。あ、スランダね。そう、ダブルミーニングっていうやつ。おー、そういうのを意識して一応書いてます。いいよ。エビライガーイ、エビライガーイ、ちょっと待って。やべ、最高だ。いや、今の思った。俺の地元にない、そのなの。バーリン勝てやるけど言われる難しい。抜けたスローライフと渋滞。やるべきことならわかってるアマラッパー。だからラップしてたい。四六時中ずっと触ってるチンチン。でも嫌なこと触れない。やばい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 、今のやばいでしょ。ちょっと片手くださいよ、今の。僕ね、ずっと四六時中、うん、あんまり四六時中チンチンにって入れてるんで、はい、でもあんまり嫌なこと。ああ、まあそうです。まあ言ったことはあるけど、嫌なことは。いや、申し訳ないけど、相性めっちゃ良くない？俺は最高だね。YouTube やっちゃおうぜ。YouTube やっちゃおうぜ。YouTube やっちゃおうぜ。はい、やるべきことなら分かってるアマラッパー。だからラップしてたい。四六時中ずっと触ってるチンチン。でも嫌なこと触れない。家族友達に落差してよく聞くことでもまじないけ。俺もたまには谷間見てだけど夜中歌詞書いて。追加アイスは PPS、 それかチョコミントかストロベリー。友達もう GQ レール、僕に気づくコンビニとかの店員。やめたはずのタバコと缶コーヒー、やれたはずの可愛い子あん時。音楽で稼いだ金で回してやるメリジェット、それと乾燥機。大気が嫉妬するはずだが俺は言う、あの子大胆なの3回。俺の友達野菜なら食べれないだけど巻いてるカンナービス。巻いてるカンナービス。1日24時間じゃ足んない。iPhone インスタより夢見てる方がなんかいい。金のためでもあるラップゲス、少し前なら犯罪。友達も連れて行く北海道沖縄関東関西。家族友達に落差してよく聞くことでもマジないけ。俺もたまには谷間見てだけど夜中歌詞書いて。追加アイスは PPS、 それかチョコミントかストロベリー。もう GQ レル、僕に気づくコンビニとかの店員。やめたはずのタバコと缶コーヒー、やれたはずの可愛い子あん時。音楽で稼いだ金で回してやるメリジェット、それと缶コーヒー。押してんな。No, no, 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 調子いいな。 no, 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 no. なんかチョパとさ、チョパとベネビーム出てるじゃん。チョパとかと会った経緯っていうのはどうなの？ベネビームとチョパは。ロミン君つながりっすね。あ、オースリーパフォーマンスで。ロミン君あそこのなんか若手みたいなのみんな仕切ってますよね。なんかもう決め来てよみたいな。決め来てよ。いいですね。なんかその発掘する能力めっちゃ高いですよね。いや、まあまあまあ、全然。ロミ君が今思うその一番熱い若手ラッパー誰ですか？うわ、あ、ベネとチョパとワトソン抜いて。マジっすか？なしで今熱いラッパー、これから来るよ、みんなもう覚えとけよっていうそのラッパー一人にちょっと挙げてほしいですね。うわ、やばいな。気になるよね。若手ラッパーだと、ちょ、めっちゃ個人的な好みになっちゃうんですけど、はい、ビッグソース。絵に続くと思ってた孤独、助けてママ囲まれおられた花、今もそのままスキンマスクのダチが握ったハイエースのヘンドル、車内灯が映すカンゴルーのロゴ。ビッグソースマホベイク。わかる、あの俺たちリアクションしたよ。家に続くと思ってたこと、あれだ、助けてママ彼のいいところをちょっと教えてもらいたいです。いや、なんか日本でペイン系やるの結構、まあちょいちょいやってる人いると思うんですけど、確かに、まあ、なんかペイン系の代表格みたいなのが
まあ、あんまいなくて、こんなこと言ったらあれかもしれないけど、まあ、でもビッグソース君は結構僕最初聞いた時から、あ、これ日本で絶対受け入れられる時は来るなって。ビッグソースチェックしてね、みんなお願いします。ワトソンが今日連れてきてくれたその今若手の今大注目のアーティストがいるんだけど、スマイリー君ね、うん、スマイリーがちょっとフリースタイルで、まあ、かますからみんなちょっと要チェックしてほしいです。まあ、よかったらみんな彼みんなインスタとかフォローしてる。はじめまして、スマイリーです。せっかく来てくれたから。まだ底辺でも上に上がるためにビートに乗ってる、ビートと雑誌乗って俺楽しむ毎日、俺見てこの調子を適当に振る、息継ぎみたいにたまに止まることもあるけど、俺ならもっと上行く、これ今年だけじゃ無理だから、俺言葉のほらみんな合わせるティアみたい、歯は磨いてないから口は癖だけど癖言葉吐かなきゃいい。Yo! Yo! 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 Yo!まあ、ということでね、ワトソンの曲と、まあ、オースリーパフォーマンス、みんなぜひチェックよろしくお願いします。ということで、まあ、チャンネル登録とね、まあ、インスタとか、TikTok とかみんなフォローお願いします。ということで、ピースアウト。ピースアウト。ということでね、まあ、US のラップとか興味ある人はベンジャミンズハウスっていうウェブサイトがあるので、概要欄に載っけとくから、みんなぜひチェックしてください。お願いします。ということで、ピースアウト。